なことあったな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ショートケーキといえばよ、イチゴってどのタイミングで食う？俺は最後だ。イチゴはショートケーキの看板みたいなもんだからな。できるだけ残しておいてやりて。ケーキ相手にもそこまで考えるんすね。でも実はそれ正しいらしいわよ、考え方もね。というと？ショートケーキのイチゴは最後に食べるのがマナーなんですって。ケーキのフォルムが崩れちゃうから、イチゴがあるところまで食べて最後にスポンジやクリームと一緒に食べるのが正しいって雑誌に書いてあったの。そのマナーいるか？理屈はわかるけどさ、イチゴくらい好きなタイミングで食わしてほしいんだけど。最後まで乗せてると重心が安定しなくて食いにくいしさ。私は初手でイチゴを食べたいんだが、なんとかならないか？いや知らんけど、だいたいそのマナー決めたの私じゃないし。まあそんなに難しく考えなくていいんじゃねえか。いろいろ気にしすぎて味が分からなくなるんじゃそれこそ台無しだしな。自由に美味しく食ってもらう方が作る側としても嬉しいと思うぜ。いいこと言いますね、桐生さん。実は一回やってみたかったことがあって、ちょっと今日やっちゃおうかな。ホールケーキにかぶりつくっていう。それはやめろ。ごちそうさま。ありがとうございました。
懐かしいな。開けてみるか。やったぜ。そんなことあったな。しびるんじゃねえぞ。本気で行け。力の差を見せてやる。脇が甘いな。しつけの時間。しびる。ビリビリしてやる。調子出てきた。私も狙うか。そう。ここは任せて。追撃する。かかってこいや。調子がいいぞ。私は協力しちゃう。はじめて一緒に。手加減はなしだ。
覚悟できてる？よく吠えるね。またいい男になっちゃった。やっちゃうよ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？開けてみるか。開いた。キャバクラ、真相回転するのか。入れ替わりの激しい街だからな。お？フォーシャイン。俺が昔店の手伝いをした蒼天堂の店と同じ名前だな。確かライバル店の圧力で潰されそうになっていたところを俺が黒服になってサポートしたんだ。大変だったがなかなかいい経験だったな。ユキ、小雪、ヨウタさん、あれ以来会っていないが皆元気だろうか。しかし同じ店名とはもしかして系列店なのか？うちの店に何かご用ですか？ん？まずあれ？どこかでお会いしたような。人違いでしょう。それでは。何でしょうか？いつの間にか消えちゃったからどこかで野垂れ死なれたのかと思ってましたよ。もう少しは顔出してくれればいいのに。お久しぶりです。お元気？
気でしたか？ああ、まあなんとか。お前こそ元気だったか、小雪。ここってもしかしてあのフォーシャインか？そうなんですよ。あの大阪ナンバーワンキャバクラフォーシャインが満を持して関東上陸。もうすぐオープン初日なんですよ。ほう、すごいじゃないか。で、どうなんだ、順調なのか？それがなかなかそうもいかなくて。よう、よう、関西から来たよそ者さん、まだ帰ってなかったの？困るんだよね。よそ者が簡単に店出せると思われちゃうとさ。カムロ町にはカムロ町の流儀と品格ってのがあるのよ。関西弁のおばさんたちが簡単に足踏み入れていい場所じゃねえの。前から言ってんだろ、小雪さんよ。また来た。誰だこいつは？ライバル店の人です。うちらがカムロ町で商売始めるのが気に食わないらしくて、しょっちゅう邪魔したり脅したりしてくるんです。おかげで風評被害も広がるし、怖がって女の子も何人か辞めちゃったりして超迷惑してるんです。俺たちも穏便に済ませたいんだけどよ、無理やりオープンしようってんならこっちも無理やりやらねえとダメかもな。あっかんべーだ。あんたらなんかの差し続けるくらいなら死んだ方がマシよ。なめやがって。なら俺がカムロ町の理由に叩き込んでやるよ。どう叩き込んで？なんだてめえは。俺はここで雇われていたもんだ。カムロ町にてめえが語れるような流儀はねえ。そしててめえみてえな輩に品格を語られる筋合いもねえ。言うねえよさ。いいよ、まずはあんたからやってやるよ。眠らない町カムロ町の怖さ、おのぼりさんどもに教えてやるぜ。今日は遊んであげるところが悪いんだよ。調子コンビプレイ。たまんねえな。調子出てきたぞ。追撃する。結構調子いいかも。すげえ。目立っちゃおうかな。そっと合わせるぞ。よし、いいぞ。力の差を見せて協力しちゃう。ビビ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 。はい、なんだこいつ、めちゃくちゃ強え。さっさと消えろ。この店に手出したら俺が承知しねえぞ。すみませんでした。すみません、また助けてもらっちゃいましたね。桐生さんには助けてもらってばかり。そんなことはないさ。邪魔が入りましたけど、せっかくなので中でお茶でも飲んでいってください。さ、どうぞどうぞ。ああ、なかなか広くていいじゃねえか。ほぼほぼ前にあったお店の居抜きですけどね。いい場所が空いたので思い切って借りちゃったんです。俺が抜けた後フォーシャインはどうなったんだ？桐生さんがフォーシャインを蒼天堀ナンバーワンのお店にしてくれた後も、私とユキさん、ヨーダさんたちで一丸となってナンバーワンの座を守り続けました。15年くらいの間関西の一番であり続けたんですよ。すごくないですか？ああ、それはすごいな。てっぺんってのは取るよりも維持し続けることの方が難しいからな。だが
どうして今のタイミングで関東に進出することになったんだ。もともと関西以外にも店を出そうという話は何度かあったんですが、ユキさんも陽田さんも欲がない方ですし、クオリティを落としたくないという理由でやってこなかったんです。でも陽田さんとユキさんが経営から引退されることになり、私が代わりに店を任されることになったので、せっかく代替わりするなら何か新しいことに挑戦したいなって思いまして。なるほど。新オーナーの小雪は関東進出がしてみたかったというわけか。関東じゃなくてもいいんですけどね。単純に私はフォーシャインというお店が大好きなので、関西以外の人にももっと知ってほしい、味わってほしいという思いが強いんです。蒼天堀の店は他のメンバーが盤石で、私がいなくても全然回せますし、だったら私は店を預かる人間にしかできない戦いをしたいなと思って。いいじゃねえか。店のことを大事にする小雪らしい選択だと思うぜ。ありがとうございます。でもやっぱり難しいですね、経営って。キャストとして接客だけしていた頃とは大違い。考えなきゃいけないことも山ほどあるし、さっきみたいな面倒なことにも巻き込まれたりしますし、こんなことをユキさんやヨダさんは長年やってきていたんだと思うと、改めてすごい人だなぁと今になって痛感しますよ。私の知らないところでいろんな人たちが私たちを守ってくれていたんだなって。それが分かっているならきっとうまくいくさ。すまないな、忙しいのに邪魔してしまって。いえ全然、というかむしろずっといてほしいくらいですよ。桐生さんが黒服をやってくだされば百人力ですから。おいおい、また働かせる気かよ。勘弁してくれ。冗談ですよ。でも人手が厳しいのは本当なんですよね。さっきの奴らの脅しや圧力のせいで女の子も結構減っちゃいましたし、スタッフも引き抜かれちゃったりして、結構自利品なんですよね。時代は変われどその辺は変わらねえんだな。蒼天堀のお店の連中にヘルプは頼めねえのか。できなくはないですけど、あっちはあっちで人気店ですからね。初日はもうすぐですから、スケジュール調整とかも難しいし無理かなと思っています。ならユキに頼むのはどうだ。元伝説のキャバ嬢だろう。いやそれができたら最高なんですけどね。今ユキはどうしてるんだ。ユキさんはご自身の夢を叶えるべく新たな挑戦をされています。新たな挑戦。はい、キャバで貯めたお金で飲食店を始められたんです。そっちが盛況で忙しい忙しいって言ってました。だから私たちの事情でそんな忙しいユキさんの新たな挑戦を邪魔しちゃいけないなって。軌道に乗ってたとしたら悪いですし、足引っ張りたくないですから。それにいつまでもユキさん頼みじゃいけないですしね。私が頑張らないと。どうした。いや最近ちょっと働きすぎてるせいですかね。ちょっと胃腸の調子がよろしくなくて。あまり無理すんなよ。しかしユキの新しい挑戦か、気になるな。どんな店なんだ。あまり詳しくは教えてくれないんですが、横浜のスナックがいっぱい入ってるビルの一角に開いたみたいな話は聞きました。横浜、偉人町か。おそらくスナックが入ってるビルっていうくらいですし、元伝説のキャバ嬢ですから、スナックかなんか始めた感じですかね。行きたいな。でもなんかせっかく新しい挑戦をしてるんだから邪魔しちゃ悪いと思って、気を使っちゃって顔も出せてないんですよね。
偉人町なら俺が今寝泊まりしている町だ。おお、ならぜひ顔出してみてくださいよ。桐生さんが来たらきっとユキさん喜びますよ。絶対絶対言ってくださいね。え？おう、やった！行ったら様子を教えてくださいね。もしうちの心配をしていたらお気になさらず、忙しいご自身のお店の方に集中してくださいねと伝えてください。わかった、伝えよう。ありがとうございます。よかったらオープン初日には桐生さんも遊びに来てくださいね。時間が合えばな。大変だと思うがあまり無理するなよ。お前は頑張りすぎる嫌いがあるからな。肝に銘じます。会えて本当に嬉しかったです。俺も成長した小雪に会えてよかった。じゃあまたな。はい。思い出す。よし、そんなに大事したことじゃないわよ。それよりなんか年下の何見てんすか。あったまってさ、いてえめ、いてえめ、遊んであげるよ。行くぜ。私の番。もうギブアップだ。調子に乗る。心配どころが悪いんだ。やるのか。どこ見てんの。叩き込んです。さっさと来い。超えるな。何を叫ぶのに言えそうねん。見てえね、見てえのか。恥かいて知らないか。もうギブアップよ。任せて。痛めつけてやるよ。調子出てきたぞ。追撃する。ここは任せて。はい、相手してやる。ここがお前の墓場だ。おい、虫の居所が悪いんだよ。見せてあげる。それ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 コンビプレイ。結構調子いいかも。協力しちゃう。目立っちゃおうかな。
私の番。どこ見てんの？調子出てきた。楽しませて。ここは任せて。さっさと来い。容赦しない。それ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 。くらいなよ。できたわよ。せよ。すまない。力の差を見せて。見てる見てる。手加減はなしだ。私も狙うか。かかってこいや。なし叫んでも許さねえぞ。終わらせる。超えるね。ピンチになりそうだ。ピンチってやつ？痛めつけてやる。どうした？見せてあげる。やっ。調子いいぞ、私は。やるのか。かかってこいや。よし。調子に乗るんだよ。脇が甘いな。目立っちゃおうかな。さっさと来い。しのげるかな。調子出てきたぞ。コンビプレイ。きついな。協力しちゃう。力の差を見せて。合わせるぞ。コンビプレイ。狙うか。手加減はなしだ。相手に格が上がったね。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。肉もいいけど海産物もいいよな。本来はイカがうまいんだ。確かに食感がいいな。こりゃうまいや。
そんなみんな大好きイカですが、実は宇宙から来た説があるんだよ。え、宇宙人？どういうこと？あれだろ、昔の映画やアニメに出てきた火星人に似てるからとかだろ。いやいや、ちゃんと学者が研究して出した一つの仮説さ。体の大きさに対して脳が大きかったり、神経細胞がたくさんあって、その大半が足にあるんだって。だからそれぞれの足が独立した制御コンピューターになってて、同時にバラバラの作業ができるらしい。それなら俺だって右手と左手をバラバラに動かせるぜ。張り合うな張り合うな。地球にいる生物とは違う構造が多いから、昔宇宙からやってきたとか、隕石の氷に入ってたウイルスのせいで進化したとか言われてるよ。へえ、そう言われると確かに違う世界の生き物に見えてきたわ。お前は本当にそういう話が好きだな。どこから仕入れてくるんだ？さっきそこのコンビニで立ち読みした雑誌に書いてた。面白いでしょ？それ聞いたらやっぱり同じ世界の生き物に見えてきた。案外単純だな、さっちゃん。まあ、信じるも信じないもあなた次第ってやつだね。俺はうまけりゃ宇宙さんだろうが地球さんだろうが構わないけどな。多様化の時代ってやつっすね。これもそういうことなの？ありがとうございました。楽しませてくれよ。本気で来なよ。力の差を見せてやる。かかってきなよ。仕留める。しつけの時間よし。調子出てきたぞ。ここは任せて。やるか。やるか。任せて。セイフ。調子がいいぞ、私。もういいな。決まって。本気出せよ。てめえ。問題ねえ。結構調子いいかも。大気をしない。押し寄せるわ。こんなもんだ。
狙っちゃおうかな。頭にきましたよ。よく行きます。調子がいいぞ、私は。サポートする。いいですよ。調子出てきたぞ。見とれないでよね。偉そうっすね。覚悟してよね。調子がいいぞ、私は。覚悟できてる。どこ見てんの。楽に死ぬと思うな。手加減はなしだ。終わらせる。ここは任せて。なんとかなるか。かかってきない。力の差を見せてやる。調子出てきたぜ。コンビプレイ。結構調子いいかも。狙っちゃうね。追撃する。もう自分は。ここは任せて。私も狙うか。大人の自分が出てきたぜ。懐かしいな。体は万全だね。電車で開けてみるか。やったぜ。いらっしゃいませ。ありがとう。それより、バイクのエンジンです。
さんずに買うまじかが持ってか力の差を手加減はなしだ。結構調子いいかも。いいプレイ目立っちゃうかね。調子がいいぞ、私は。サポートする。どこ見てんの？調子出てきたぜ。遊んでいるか。もうギブアップ。ここは任せて。追撃する。ダーンと出ますよ。任せて。力の差を見せてやる。手加減はなしだ。サポートする。まだ強くなれるかな。またいい男になっちゃった。どこまで違う。いい感じだよ。それ最新のスマホじゃん。思い出せ。喧嘩売ってんのか。そういえば、いらっしゃい。いただきます。いただきます。ここの豚骨ラーメン、スープが濃くてうめえな。いつもはよ、塩分とか気にしちゃうんだが、ついつい飲み干しちまった。普段も大して気にしてないでしょ。ん？のんちゃんの丼の底に何か書いてない？え？あ、本当だ。なになに？町田萌美って書いてある。誰？知らねえよ。なんだこれ。この店は昔、常連の名前を丼に書くっていうユニークなことをやってた時期があったらしい。今はもうなくなったようだがな。そこに書いてあるのは当時の常連の名前なんだろう。面白いことやってたんだな。壁に名前が貼られてる店は見たことあったけど、丼とはね、飲み干さねえと見えねえや。それが狙いだったんだろう。この店はスープの味が自慢だからな。どれ、私のは。お、
ソーヒーも飲み干したのか。キリュウカズマ。ああ。同じ名前とは偶然ってのもあるもんなんだな。いや、なわけないでしょ。カムロ町にキリュウカズマが二人もいちゃたまんねえっすよ。通い詰めてたんですね、キリュウさん。それじゃあ私の丼は薄くて見づらいな。田中真治。まあいろんな常連がいたってことなんだな。キリュウさん以外誰も知らんけど。そりゃそうでしょ。昔のカムロ町に知り合いとかいないし。その丼のキリュウカズマさんは人違いらしいけど。いや、やはりさっきのは俺だった。え、どうしたんです急に。まあそう思ってましたけど。別に味の変わらねえここのラーメン食ってたらふと思い出したんだよ。いろいろな。ごちそうさま。ありがとうございました。ただじゃすまさねえ。いつでも行けるよ。やるか。こいつを食らうといい。よし、もうギブアップ。調子出てきたぞ。ここは任せて。ふざけないでください。力の差を見せてやる。すりゃ待て。あまり見ないでよね。まあ、今は悪くない気分。いい感じ。絶好調が。
何見てんだ。チャンピオン街広場か。そういえばこの場所や西公園で小牧のじいさんに昔よく稽古をつけてもらったな。西公園はカムロ町ヒルズが建った時になくなっちまったが、ここは昔から変わらねえな。ショットガンを使ったり、ひたすら殴られるのを耐えろと言ったり、大量の猛者を消しかけたり、なんとも常識外れな特訓が多かったが、おかげで俺もかなり成長させてもらった。最後に会った時はいい歳だったが、今も元気でやってるんだろうか。おい、ここで何やってんだおっさん。ここは俺らの縄張りなんだよ。分かってできてんのか。ああ、いや知らねえな。それに広場はみんなのものなんじゃねえのか。んだと。はい、ボコすこと決定。ああ死んだなおっさん。ご愁傷様。まあ待てよ、俺マジ優しいからさ。殺されたくなかったら金置いてくだけで今日は許してやってもいいよ。みっちゃん優しい。話になんねえな。ちょっと待て、お前舐めてんのか。優しくしてやるよ、突き上がりやがって。お前に優しくしてもらった覚えはねえよ。ならいい、ぶっ殺して金奪うだけだ。後悔すんなよ。さて始めよう。やるか。もうギブアップ。協力しちゃう。手加減はなしだ。サポートする。はい、受けてるね。てここは任せて。コンビプレイ。ダウンとかますよ。いっ私の分で狙う。無駄だ。順番には無理だ。口ほどにもね。これに懲りたら二度とこんなことするんじゃねえぞ。すみませんでした。ほう、なかなかやりおるの。数々の戦場をくぐり抜けてきたと見える。ん？お主もしや。はじめまして。どこかでお会いしたことありましたか。おい、なるほど。生きていれば言えぬ事情の一つや二つ出てこよう。いや、ただの思い違いじゃ。ただわしがかつて稽古をつけていた弟子にどこか似ているように思ってな。そうでしたか。遅くなったが、わしは小牧流古武術の継承者で武術家をやっとる小牧宗太郎と申す。この町で弟子に古武術を教えておる。お主はこの辺では見かけない顔じゃが、旅行か何かか。いえ、ちょっとした野暮用でこの町に来ただけで、すぐに出るつもりです。ほう、
なら、お主、わしの弟子になってみんか？場合によっては100倍くらい強くなれるぞ。もっと若い時に聞いていたらお世話になったかもしれません。ですが今はもう他にやることがありますから、すみません。そうか、ならば仕方ない。これは年寄りの独り言だと思って聞いてくれ。わしは昔からこの町のホームレスや力を持て余している若い連中を相手に戦いの稽古をつけておった。その中でもわしと張り合えるほどに強く優しい豪傑な男がいた。口には出さなかったが、いつも誰かのために傷だらけになっているようなやつじゃった。マナ弟子として迎えたその男は他の弟子たちにもいろいろと影響を与える面白いやつでな、カリスマというものを持っていたんじゃろう。後にも先にもそういう男はあやつだけじゃった。まあ今はすでにどこかでくたばったらしいなどと弟子たちが言うておったがな。だがわしは今でもたまにそのマナ弟子に稽古をつけている夢を見るんじゃ。かつていた西公園のホームレスたちと一緒にな。お主、一つだけお先短いわしの頼みを聞いてくれんか。死ぬ前にどうしてもやりたいことがあるんじゃ。やりたいこと？ああ、人生の総決算、最後に本気の手合わせ、試合がしたいんじゃ。自分の最高のマナ弟子とな。おったちがか、今はマナ弟子にの男じゃったな。老いぼれの最後の頼み、聞いてくれんかのう。わかりました。マナ弟子に代わって全力でお相手しましょう。ではこちらも全力で行かせてもらうぞ。1対1の大勝負、小牧翔太郎参る。小牧翔太郎、後悔するなよ。いざ参る。調子出てきたぜ。お主の力そんなものか。出てきたぜ。終わらせる。テリア、トリア、手加減はなしだ。寝てるわ。
調子出てきたぞ。相手してやる。手加減はなしだ。調子出てきたぞ。相手にならねえな。満足したか、じいさん。ああ、見事じゃ。たく、何が追い先短いだ。その辺の若い連中よりよっぽどタフじゃねえか。久しぶりに全力でやり合えたわい。ここまでやれる弟子は今もなかなかいなくてな。もうわしから教えることはないようじゃ。人違いかと思いますが、一ついいですか。なんじゃ。俺も以前あなたと似たような男に世話になったことを思い出しました。その男は強くなりたいと願う人間を見つけてはいつも受け入れて稽古をつけてやっていた。稽古の内容は常識から外れたもんばかりだったが、強さへの信念や情熱はすごいものを持っていた。技だけではなく精神も鍛えられるもんだった。きっと今もその信念を貫いて立派に弟子たちを育て上げているんだと思います。信念か。それならお主の拳からも強い信念を受け取った。誰かのためなら己のことは顧みず戦う強い決意と守るための優しさをな。相変わらずのようじゃな。じゃがそれは時として弁慶の泣きどころにもなる。足を救われぬよう気をつけることじゃ。わしが言ってやれるのはもうこのくらいじゃな。覚えておきます。では俺はこれで。会えてよかった、小牧のじいさん。ああさらばだ、名もなき者よ。わしはこの体が持つ限りここの町で弟子たちと日々精進しておる。いつかまた相まみえる時があればし合おうぞ。それまでは絶対にくたばるでないぞ。あんたもな。今も多くの弟子たちが学んでいるらしい。じいさんの志を継ぐ強い奴らが育っているんだろう。俺も小牧のじいさんからは技以外にもいろいろ学ばせてもらった。あんたから教えてもらったことは忘れねえ。これからも強く達者で生きろよ、じいさん。開けてみるか。開いた。
どちらまで行かれますか。それでは出発いたします。サリ、何時間走ってんのよ。別に横浜に残っててもよかったんだぞ。いや、まさかこんな遠出になるとは思わなくてさ。確かに。でも桐生さんを一人にするのは心配だからね。ほっとけないよ。ああだな。こりゃ降るわ。すみません、どのタクシーにも断られてしまって。そりゃそうやって、いくら長距離っつってもあんな偏僻なとこじゃ帰りに客なんざ拾えんもんやって。ほやけど珍しいの、あの村行きてなんてやつ初めてかもしらん。なんや兄さんたちテレビかなんかけ。いえ、古い知り合いが住んでいまして、彼らに会いに。全国に残存する国道を一斉解散する第二次大解散、今でこそ海老名の方便になり下がってますが、本来は親父の悲願でした。俺はその意志を継ぐために恥を忍んで無所を出た。ですが海老名は俺の予想を超えて清流会を掌握しています。今の俺は四六時中監視下に置かれ、こんな状況を作らないと一人になることもままならない。本当の大解散を成し遂げるには援軍が必要なんです。援軍？ええ、本来なら桐生さん、あなたにぜひお願いしたい。ですがそちらの事情は理解しています。今すぐ再び表舞台に立てとは俺の口からは言えません。その代わりというのは失礼ですが、一つ桐生さんにお願いしたいことがあります。なんだ。堂島大吾、真島五郎、そして冴島大河、彼ら極道の伝説的存在に
第二次大解散の力添えを願いたい。大吾たちに。ええ、荒川の意志を成し遂げるためには彼らの意向が必要だと俺は考えています。東条会と近江の大解散後、彼らは大阪で警備会社を起こしました。行き場を失った元坊の受け皿として。ですが1年も経った頃、会社が倒産したんです。それ以来大吾さんたちは消息不明になっています。あいにくだが、俺は奴らがどこにいるか。連絡先は知らなくても居所の見当はついてるんじゃないですか。桐生さんが彼らを放っておけるとは思いません。彼らを再び表舞台に上げられるのはあなたしかいない。どうかお願いできないでしょうか。奴らが姿を消したことは知っている。だがその理由は本当に知らねえ。だからまずはそっからだ。すまないな。明日から数日町を離れる。知り合いな。ほんの人も余計物好きやの。言っちゃなんやけど、人が住むとこじゃねえよ、あっこは。きっと事情があるんだと思います。事情の。まああと 2,3 時間もすりゃ着くけ。お、降ってきすんだ。寒なるぞ、兄さん。積もる話もあるでしょうから、俺たちはここで。すまない。ただなるはやで頼む。さすがにこの寒さは応える。ああ、入るときはノックぐらいするんが礼儀やで。なんや、老けたの、桐生ちゃん。ご無沙汰してます、真島の兄さん。桐生さん。お互いいろいろあったみたいやな。ああ、まあ座れや。酒の一杯くらいはごちそうしてるわ。大解散の宣言式以来やな。もう4年になるか。あんたらは蒼天堀で警備会社を立ち上げたんだったな。ああ、それが今やこの有様や。それよりも桐生さん、お体大丈夫なんですか。
ずいぶんやつれたように見えますが。あまり良くない。ガンタ。余命半年らしい。そんな。堂島の竜も病気には勝てんか。かもな。なら後悔せんように掘れ。たーんと飲んどき。あの世じゃ酒は飲めへんやろ。真島さん、病身の人にそんな。いいんだ大吾、兄さんの言う通りだ。死んじまったらそれまでだ。だから生きてるうちにやれることをやっておきたい。ほなら無駄話しとる場合やないな。ああ、聞かせてもらえるか。これまでに何があったんだ。こっちの話なんて、それよりもこんな場所は体に障ります。すぐに町に戻りましょう。車なら俺が。大吾、お前こいつと何年付き合うとんのや。キリュウちゃんが人の言うこと素直に聞く玉か。しばらくぶりのもんで忘れてました。そう、俺はいつもこうやって振り回されてたんだった。俺たちの身に何があったかでしたね。世間に負けたんですよ、俺たちは。少し長話になります。警備会社の設立には最初からリスクがありました。何しろあれだけ大々的に東条会と近江の解散を宣言した直後の話です。元ヤクザ者が集まった会社として世間の目を引くことは分かりきっていた。それに手を打たないお前じゃないだろう。ええ、ですから立ち上げ前に万全の策を講じたつもりでした。東条会と近江で使えるコネはとことん使ってマスコミやお上に話をつけました。当然相当な金も動かしました。7万人近い組員たちを元坊五年条項で苦しめるわけにはいきませんから、手段は選んでいられませんでした。手段の善悪を俺がどうこう言うつもりはない。だがそこまでやったってのにどこでつまずいたんだ。開業直後は順調でした。徐々にではありましたが大口の新規顧客も獲得していけた。まあ警備員としてこれほど頼もしい連中もある意味いないでしょうから、組員たちの社会復帰の受け皿として明るい見通しが立てられそうでした。ですが1年も経った時問題が起きました。社員が問題でも起こしたのか。いえ、ネットの告発です。ある動画チャンネルが我々の会社を取り上げたんです。そこで社員が元極道であることや開業に際して裏で行った役所やマスコミとのやり取りを暴露されたんです。まさかそのチャンネルってのはタタラチャンネルっちゅうやつや。春日もやられとったな。裏工作だけやのうて現場で起きたちょっとした不祥事も奴は見逃さんかった。それをありったけ大げさに報じて俺らの悪評を煽り立てたけど、奴が暴露したこと自体は全部本当っちゅうとこが困りもんや。俺たちは真っ当な反論も用意できませんでした。当然
顧客は次々と離れていきました。役人どもも我関せず決め込みよって白状なもんやで。それ以来俺たちの行動に世間が目を光らせるようになりました。思うように動けないことで会社の資金繰りは悪化していったんです。そうなると社員たちの間に広まるのはヤクザ復帰を望む声です。なんせ会長やった大吾に俺らもいる。その気になれば年下のもんが思うのも無理のない話。社員の間には俺たちが東上会の復活を水面下で進めているなんてデマまで広がり始めました。そんなわけで内部もガタガタ。倒産するまで本当にあっという間でした。タタラチャンネルのおかげで世間の目を引いてもて、内部からはヤクザ復活の夢を抱かれる。どうも俺らは連中が真っ当な人生を歩み始めるにはいたらあかん存在らしい。それでお前らはこんなところに。大解散を本当の意味で成就させるためにはこうするのが一番いい。それが俺たちの結論です。事の経緯は分かった。青龍会の海老名を知っているか。お前たちから大解散の後を継いだ男だ。表向きはな。ええ、知ってます。会ったことはありませんが、2年ほど前彼が俺たちを探しているという情報が入ったんです。2年前、青龍会の高部が無所に行った頃か。ええ、海老名は高部から第二次大解散を引き継いだものの、全国の極道をまとめ上げられるほどのネームバリューはありません。そこで我々を担ぎ出して広告塔にしたかったのでしょう。だがもうお前たちは表舞台に立つ気がなかった。それもあります。ですがもっと気になることがあったんです。海老名の素性を調べたら奇妙な因縁が浮かび上がったんや。海老名は母子家庭の育ちですが、中学の頃に母親は亡くしています。その後養子として引き取られた先で今の海老名姓になるのですが、それ以前の名字は氷川というんです。氷川。海老名の母親の名は氷川百合子。氷川興産の組長の娘です。氷川興産。荒川真澄がいたあの氷川か。ええ、荒川さんが氷川百合子と婚約関係にあったことはご存知ですか。確か氷川組長から押し付けられた縁談だったな。はい。しかし荒川さんには心に決めた人、茜さんがいた。ですが荒川さんは組長の意向に正面から逆らうわけにもいかず、百合子さんとも関係を持っていた。ここで疑問が浮かび上がります。海老名の父親は誰か。まさか。あくまで可能性の話ですが、海老名の父親は荒川真澄かもしれません。海老名は春日と同じ年齢です。出生の時期も合う。春日と海老名が腹違いの兄弟だってのか。まさに奇妙な因縁やろ。だがもしそうだとして
あの荒川が我が子を見捨てるとは思えねえ。海老名の出生時期から見て荒川さんは百合子さんの解任を知らなかったのでしょう。そして氷川興産の壊滅後、百合子は人知れず出産した。百合子から見れば荒川は父を殺した上に自分と息子を見捨てた男ということになります。その怒り恨みは想像するにあまりあります。その怒りが百合子から海老名に受け継がれたとすれば、海老名は荒川真澄を強く憎んでいた。ええ、そんな海老名が荒川さんの意思である第二次大解散を引き継ぐとは考えられませんでした。それでお前らは沈黙を守り、代わりに沢城に白羽の矢が立ったというわけか。おそらくそういうことかと。話はこんなとこや。けどわざわざ昔話を聞きに来たんとちゃうやろ。はあ、お前たちに頼みたいことがあってきた。沢城に力を貸してやってほしい。あいつは荒川の意志を継いで第二次大解散を全うしようとしている。海老名の監視を受けながら清流会でたった一人でな。お前たちが出張ってくれれば沢城も海老名に真っ向から立ち向かえる。お前たちにとっても第二次大解散はやり残した仕事のはずだ。申し訳ありませんが、それは受けられません。ったく、人の言うこと聞かんのはええけど、話くらい聞け。桐生、言うたやろ。俺らはもう表舞台に出たらあかんのや。確かに俺らには人を引きつけて動かす力があるらしい。沢城の側についたとあれば全国のヤクザの注目は集まるやろう。カリスマっちゅうやつや。自分で言うアホもおらんけど、事実やから仕方ない。けどな、それはどこまで行ってもヤクザのカリスマなんや。俺らが連中に見させてまう夢はあくまで極道の復活なんや。あの強かったヤクザ、羽振りの良かったヤクザ、けどそれはもう見せたらあかん夢や。俺たちが連中の社会復帰の旗印になるなんぞもう誰も信じひんわ。会社失敗の前科もありますから、海老名の経歴にうさんくさいところがあることを知った時点で俺たちも検討したんです。海老名が第二次大解散を何らかの形で利用しようとしているだけなら、その本当の遂行に俺たちが出張るべきなんじゃないかと。その結論がこうして逃げることだったんです。それがお前たちの責任の取り方ということか。はい、俺たちはもう存在しないことにする。それが一番なんです。なんなら死んでも構わなかったんです。でも死というものはその人を本当の意味で伝説に変えてしまう。桐生さん、あなたを死んだと思ってるヤクザたちがなんて言ってるか知ってますか？ほとんど神話の英雄みたいな扱いですよ。
俺たちまでそうなってしまってはいよいよヤクザへの幻想が深く根付いてしまう。桐生さんにとっての風間慎太郎を想像してもらえればわかるでしょう。沢城は海老名と差し違える覚悟をしてる。だがそれだけじゃ第二次大解散は成し遂げられない。お前たちの力がいるんだ。すみません。そうか、沢城には俺が力を貸す。お前らはそうやって縮こまってるといい。ああ、邪魔したな。待てよ、今のはどういう意味や。言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。五択並べててめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。俺たちがどんな気持ちでここにいるかあんたに分かるってのか。さっぱり分からねえな。分かりたくもねえ。このどうした、やるなら相手になるぜ。つまらん挑発に乗るのも尺なんやけどな。ムカつくのをこらえるよりはマシや。ええー、で、その挑発乗ったるわ。おい、一体何事。昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。すまないな、もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょう。それにこれ以上待ってたら凍え死んでしまうからな。そっちが5人もおるんなら、まあええやろ、俺も混ぜてもらうで。やばいなこれ、このメンツとやり合う日が来るとはね。ったく、よそもんがわらわらと不遂やの。まあええ、メイドの土産や、存分に味わっていけや。もう後には引けねえ。こうなりゃなるようになるだ。やる、こんなもんじゃないはず。叩き相手してやる。よく吠えるね。よし、さっさと来い。脇が甘いな。手加減はなしだ。久々に熱くなってきたぞ。任せて。ここは任せて。どうした。覚悟できてる。よく吠えるね。ダウンとかますよ。
せるぞ。テリー、力の差を見せてやる。さっさと来い。覚悟できてる。こんなもんじゃないぞ、ね、恥かいても知らないか、やるのか。そろそろ諦めたら楽しませて。もうギブアップ。久々に熱くなってきた。吠えるね。こんなもんじゃないです。治療する。行くぞ。そろそろ本気でやらせてもらいますよ。そろそろ諦めたら。楽しませてやる。よく終わらせる。ここは任せて。もうギブアップ。しかしないと体が重い。どうした。久々に熱くなってきたぞ。楽に死ねると思うな。はっ、うわっ、はっ、うわっ、うわっ、出ますよ。相手してやる。しのげるかな。できたんだよ。せや。すまない。
やるのかよ。調子出てきたぞ。そろそろ諦めたらどうだ。ほら、手伝う。やったろうぜ。出番が来たな。楽しませて。よく吠えるね。バシッと決めるぜ。さっさと来い。傷口がキラキラで熱くなってきたぜ。ほら、すまない。ようやく戻ってきた。こっからが本番や。ダーリア、こうもらったらこの辺にしとこうか。さあ、覚悟はええな。どうした、目立っちゃおうかな。狙うか。行くぞ。手加減はなしだ。コンビプレイ。頑張りますか。そろそろ協力しちゃう。おない、コンビプレイ。全力でかかるぞ。感知した。調子がいいぞ、私は。もうギブアップ。こいつを食らう。どうした、そろそろ諦めたらどうだ。遊んでいる。相手してやる。こんなもんじゃないはずだ。ど根性。どうした。調子出てきたぞ。やるのかよ。力の差を見せてやる。仕留める。よし、直った。全力でかかる。楽しませて。よく吠えるね。そろそろ諦めたらどうだ。せいっ。頑張りますか。はっ。覚悟できてる。久々に熱くなってきた。もうギブアップ。必殺。一息つこうや。乾杯。乾杯。調子がいいぞ。やったろうぜ。手加減はなしだ。私も狙うか。目立っちゃおうかね。合わせるぞ。追撃する。手加減はなしだ。おら、寝てろ。おら、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 おら
ライムの発動じゃ！力の差を見せて。さっさと来い。調子出てきたぜ。もうギブアップ出番が来たな。私も狙うか。見さらせ。頑張りますか。さっさと来い。そっと追撃する。相手してやる。力の差を見せて。楽に死ねると思うな。はって。ショータイムの始まりや。ここは任せて。どうした？ほっ。さっさと来い。これ使おう。調子出てきたぞ。さて終わらせる。そっと感知。出番が来たな。恥かいても知らないかも。必殺。うわあ。私は手伝うぞ。混ぜてくれや。寝てるわ。私も狙うか。力の差を見せて。サポートする。やっ。出番が来たな。相手してやる。さて。必殺。くそ。結構調子いいかも。さっさと来い。やるのかよ。見せてあげる。調子
調子出てきたぞ。追撃する。調子がいいぞ、私は。やったろうぜ。ここは任せて。ここで決める。頑張りますか。狙う。恥かいて。問題ねえ。手加減はなしだ。任せて。私も狙うか。感知した。力の差を見せて。合わせるぞ。調子がいいぞ、私は。どうした。狙う。セイッ。調子出てきたぞ。よし、バッチリ。ピンチってやつ。合わせるぞ。出番が来たな。サポートする。状況だけは買ってやるよ。まだ強くなれるとはな。悪くない気分だぜ。人生これ成長。大人の渋みが出てきたね。素直に喜んでおく。まだまだ強くなれそう。見とれないでよね。いい感じ。格が上がったね。またいい男になっちゃった。何を怖がってる。他人の人生を狂わせることか。それともまた失敗することか。どっちにしたってやってみなきゃ分かんねえだろうが。綺麗事ですよ、それは。やってみてダメだったらどうするってんですか。そん時はそん時に考えりゃいい。生きてりゃやり直しも償いもきっとできる。相変わらずアマちゃんやな。そんな風にしか生きられなかったからな。だがそれも最後だ。邪魔したな。これで会うのも最後だろう。待ってください。桐生さんに時間が残されていないことは分かりました。でもだからってわざわざあんたが死にに行くことはないだろう。逆だ、大吾。俺は少しホッとしてる。やっと死ねるんだってな。何言ってんだあんた。お前らの言う通り、俺も散々他人の人生を狂わせてきた。ただでさえヤクザだ。世間に顔向けできる生き方なんてしちゃいねえ。なのに俺ばかり生き残ってきた。だからヤクザの後始末は俺がやる。全部背負って
死んでやるさ。アホ抜かすな、キリュウ。そんな理由で。ほとぼりが冷めたら、お前たちは春日の力になってやってくれ。ヤクザモンのこれからはきっとあいつが背負っていく。行くな、行ったらあかん、キリュウちゃん。ここに来たのも本当は最後にお前らと喧嘩してみたかっただけなのかもしれねえな。ちょ、キリュウさん。帰ってきちゃったな。堂島大吾に冴島大我、それに真島五郎か。あの人たちが手貸してくれたらだいぶ話は楽になったんだけど。それはそうだけど、でもあの人たちはあの人たちなりの考えがあった。これ以上無理強いはできないって。まあね。それに彼らもタタラチャンネルにはめられてたとはね。そうだな。おい、あいつキリュウじゃねえのか。ほら見ろ、間違いねえって。うん、本当だ。どうなってる。こいつをのさばらせたら俺たちはまたヤクザの食い物にされるぞ。前科者になったって構わねえ、一生動けねえ体にしてやれ。今こいつらを相手にしてる余裕はねえ。適当にかわして春日の家に向かうぞ。待てやこら。
何見てんだよ。やってやろうじゃねえか。おい、終わらせる。セット。どんどん行くわよ。絶好調かも。何か文句でも。遊んであげるよ。終わらせる。相手にならねえな。あそこに有益なのがありそうだぞ。いい調子だな。何見てやがる。すぐに楽にしてやるぜ。で消えがる。終わらせる。格が上がったね。ありすぎ。よし。めかつくつ。覚悟してよね。終わらせる。大勝利。どんなもんや。やっちゃうよ。悪くない気分だぜ。ん？あそこに何かあるな。めかつくつ。後悔するなよ。終わらせる。人生これ成長ってな。やる気か。遊んであげるよ。私の番。楽に死ねると思うな。さっさと来い。よく吠えるね。調子出てきた。サポートする。結構調子いいかも。私も狙うか。合わせるぜ。任せて。狙うか。力の差を見せて。サポートする。どうして。よー、甘くないでよね。素直に喜んでおくか。お宝の欲感。あそこに有益なものがありそうだぞ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？あいつ助けを求め。僕だって本気
できないよ。やるか。手加減はなしだ。サポートする。ここは任せて。私も狙うか。相手してやる。なんとかます。合わせるぜ。かかってきなよ。もうギブアップ。やる。やるか。狙うか。よくコンビプレー。任せて。おい。調子出てきたぜ。寝てるわ。合わせるぞ。え？どうした？狙っちゃおうかな。狙うか。せい！しびれるわ。体が重い。協力しちゃう？ここは任せて。追撃するでね。手加減はなしだ。サポートする。さてと、やるせない。コンビプレー無駄だ。そこそこ楽しめる。あそこに何かあるな。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。うお。覚悟してよね。かかってきなよ。もう出たって。調子がいいぞ、私。調子出てきたぜ。ここは任せて。追撃する。目立っちゃおうかな。合わせる。力の差を見せてやる。まだ強くなれそうだ。お宝の予感。よし、先に進むぞ。
まあこんなもんだ。ジロジロ見ないでもらえますか。成敗してやる。覚悟してよね。終わらせる。さあ、まだ相手にならねえな。そんな目で見てんじゃねえよ。久々に暴れてやるわ。終わらせる。お、なんかくれよ。お花いらない。さて、始めようか。終わらせる。よっ、いくらでも戦えるわ。攻撃を見せてやる。終わらせる。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？さあ、先を急ぐぞ。あそこに何かあるな。開けてみるか。開いた。開けてみるか。うお。病院は予約した。いつでも行けるよ。サポートする。手加減はなしだ。ここは任せて。狙うか。もうギブアップ。なんとかます。任せて。いいね、いいね。調子がいいぞ。協力しちゃう。体が重い。まだ強くなれるからな。うんうん、悪くない気分だぜ。あそこに有益なものがありそうだぞ。お宝の予感。あそこに何かあるな。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？いくらでも戦えるわ。ああ。
僕だって。さて始めようか。終わらせる。さて、見とれないように。あそこに何かあるな。お宝の予感。おいてめえ、戦闘開始だ。いつでも行けるよ。終わらせる。大人の渋みが出てきたぜ。よし。あそこに有益なものがありそうだぞ。開けてみるか。やったぜ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？よし、先に進もうか。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？ん？あそこに何かあるな。あの人に。やるか。かかってきやがる。やるか。任せて。やる。調子出てきたぞ。よし。もう終わらせる。もう許さないぞ。ふざけてんじゃねえよ。結構調子いいかも。どうした？来ないのか？さてと、さっさと来い。容赦しない。超えるね。それ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 。目立っちゃおうかな。倒してやる。寒気が。もう。調子がいいぞ、私。手加減はなしだ。ここは任せて。合わせるぞ。せいせいせいなんとかますよ。力の差を見せてやる。コンビニもう許さないぞ。いい感じ。絶好調かも。
開けてみるか。開いた。調子出てきたぜ。ここなら安全なんじゃない？ちょっと休憩していこうか。やる気か？楽しませてもらうよ。調子がいいぞ、私は。相手してやる。もうギブアップ？こいつを食らうという。しびれる。さっさと来い。手加減はなしだ。サポートする。私も狙うか。ここは任せて。刺激する。よく吠え。目立っちゃおうかな。かかってこい。さて、相手してやる。力の差を見せる。調子出てきたぞ。もう私も狙うか。結構調子いいかも。狙うか。ダーンと邪魔しよう。くらいなよ。調子がいいぞ、私は。コンビプレイ。手加減はなしだ。協力し、コンビプレイ。ここは任せて。容赦しない。くれ。力の差を見せてよ。目立っちゃおうかね。狙うか。よし、またいい男。人生これ成長ってな。悪くない気分だぜ。あそこに何かあるな。がかりつけん。いつでも行けるよ。力の差を見せて。引かねえぞ。よく吠え。楽に死ねると思うな。結構調子いいかも。私も狙うか。手加減はなしだ。任せて。追撃する。ダーンと邪魔しよ。サポートする。調子いいぞ。合わせるぞ。しびれる。調子出てきた。私も狙うか。もうギブアップ。状況だけは勝ってやるよ。
体は万全だね。あの人助けてあげた方がいいんじゃない？なんだこれ。遊んであげる。かかれ。よく吠えるね。行こう。貧血になっちゃうよ。かかってこいや。どうしたどうした飛ばしてやる。結構調子いいかも。やってしつぐちが体が重い。ここは任せて。いいねいいね。早くと上がらないよ。どこ見てんの。やりづらいね。動く。結構調子いいかも。感知した感知した。力の差を見せて。またでか。しびれる。問題ねえ。手加減はなしだ。私も狙うか。ここは任せて。お仕置き完了。素直に喜んでおくか。おいてめえ、調子に乗るなよ。後悔するなよ。調子がいいぞ、私。もうギブアップ。仕留める。しつけの時間。死ぬよ。何見てんすか。やってやる。遊んであげるよ。力の差を見せて。結構調子いいかも。調子出てきたぞ。追撃する。よくほっなんかでますよ。さて、早くさて食らいなよ。私に勝負あったな。さあどんどん行くわよ。まあこんなもんだ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？文句ある。そこのお前、舐めるな。かかってきやがれ。やるか。合わせる。手加減はなしだ。ほら、もうギブアップ。ここは任せて。さあ目立っちゃおうかな。まだまだ強くなれそうだ。
した顔しやがって。もう私の力を後悔するなよ。見せて差し上げよう。私の番。狙うか。調子出てきたぞ。もうギブアップ。終わらせる。さらあ相手にならねえな。私の番。合わせる。手加減はなしだ。覚悟できてる。ふざけないでください。もうギブアップ。かかってこんか。どうか見てんの。寝てるわ。くれ。結構調子いいかも。狙うか。目立っちゃおうかな。任せて。おほう、これはなかなか調子がいいぞ。サポートする。よりハグが上がったね。さあ、先を急ぐぞ。負けた気がしねえな。ん？あそこに何かあるな。開けてみるか。うお！花はいいぞ。さて、始めよう。やりづらいです。しけたんさすんなよ。
脇が甘いな。食だ。解毒薬を。ユーミンモルチボディ。これだが重い。ぶっ飛ばしてやる。仕留める。で、目が高いよ。問題ねえ。消える。目障り。体が重い。私も狙うか。早っ。早っ。やるのか。くらいな。せ。え？来いよ。やりづらいよ。どうして？ぶっ飛ばしてやる。脇が甘いな。よし、バッチリ。結構調子いいかも。追撃する。気乗りしねえな。あれ、度胸だけは買ってやるよ。開けてみるか。やったぜ。あそこに有益なものがありそうだぞ。お宝の予感。調子いいみたい。おいてめえ、すぐ楽にして。さて始めようか。私の番。サポートする。任せて。ここは任せて。調子出てきたぜ。目立っちゃおうがない。追撃する。サポートする。調子出てきたぜ。イラつくんだ。やる気か。本気でいきなり。やるか。楽に死ねると思うな。恥かいて知らないから。もうギブアップ。結構調子いいかも。追撃する。またいい男になっちゃった。よし、いい調子だな。あそこに有益なものがありそうだぞ。若い頃を楽しんでもらうよ。やるぞ。覚悟できてる。よく吠えるね。調子がいいぞ。これ私相手してやる。脇が甘いな。しつけの時間。死ねるぞ。手加減はなしだ。ここは任せて。合わせるぜ。目立っちゃおうかな。
どうした？へっ！よし！よっしゃ！そりゃ！力の差を見せて。せい！調子出てきた。私も狙うか。せい！はっ！結構調子いいかも。ガーンと邪魔すよ。サポートする。まだ見とれないでね。勝負あったな。ねえ、あれなんだろう。行ってみてない？あいつ。やってやる。後悔するなよ。やるか。覚悟できてる。舐めるなよ。もうギブアップ？こいつを食らうという。手加減はなしだ。私も狙うか。結構調子いいかも。さあ追撃する。目立っちゃおうかな。私も狙うか。調子がいいぞ私。強力。本気を見せてみる。さあ目障りだ。体が追撃する。せいはせい。調子出ないな。コンビプレイね。見せてあげる。ふっ。取った。上がらないよ。いっ！ちょっと！やるせる。協力してん。まだ強く悪くない気分だぜ。おい、お前！言いがかりつけんだ。かかってきやがる。やるか。狙うか。調子出てきたぜ。かかってきなよ。かかってきなよ。かかってきなよ。さて、ここは待たせて。強力してくれ。でっかっ。いい感じ。大人の渋みが出てきたぜ。よし、先に進もうか。見てんじゃねえよ。言いがかりつけん。後悔するなよ。力の差を見せて。協力しちゃう。どうした。なんだよ。来いよ。止める。せい。ここは任せて。さっさと来なよ。見せてあげる。手加減はなしだ。楽しませてよね。来いよ。かかってきなよ。寝てるな。くれ。目立っちゃおうかな。合わせるぞ。人生これ成長ってな。
悪くない気分だぜ。絶好調かも。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？お宝の予感。お花はいいもの。遊んであげる。それ。なかなか吸血になっちゃう。止血すぎた。体が重い。こいつを食らうという。傷口が開く。やりづらいね。よそ見すんなよ。出てきたぞ。私も狙うか。はい、よし、バッチリ。結構調子いいかも。追撃する。行こうか。感知した。立て直さないと。合わせる。綺麗さ。早くとくたびれちゃった。サポートする。相手にならねえな。いい感じ。あいつ助けを求めているようだ。いけ、うん、悪くない。うまい。手を貸せないか。やってやろうじゃねえか。おい、かかってきやがる。力の差を見せて。手加減はなしだ。よそ見すんな。恥かいて知らないから。もうギブアップ。やるか。どうか見てんの。終わらせる。やるか。ここは任せて。やるのか。コンビプレイ。目立っちゃおうかな。サポートする。くらいなよ。合わせるぞ。協力しちゃう。
そこのお前遊んであげるよ。力の差を見せてやる。ビビってんの。こいつを食らう。さっさと来い。調子出てきたぞ。やめろ。あそこに何かあるな。さあ、先を急ぐぞ。イラつくんだ。何見てやがる。すぐに楽にしてやるぜ。楽しませてもらうよ。調子がいいぞ、私は。恥かいても知らないから。しとめる。しつけの時間だ。死ねろ。どうした。手加減はなしだ。メイス、私も狙うか。よそ見すんな。結構調子いいかも。狙うか。目立っちゃおうかな。せい。力の差を見せる。無駄だ。よ、勝負あったな。やっちゃうよ。開けてみるか。開いた。まあ、こんなもんだ。ここなら安全なんじゃない？ちょっと休憩していこうか。あの世へのチョッキ。さて、始めよう。やるか。恥かいても知らないから。さっさと来い。かかっこよ。どうしたってやね。よく吠えるね。こいつを食らうと。調子出てきたぞ。結構調子いいかも。相手してやる。覚悟できてる。見せてあげる。もうギブアップ。ダウンとかますよ。どうした。どこ見てんの。なんだよ。ほっ。覚悟しねえ。よいしょ。ふっふっふっ。どれ。へっ。はい。ガーッ。調子がいいぞ、私。コンビプレーね。手加減はなしだ。サポートする。せい。ここは任せて。追撃する。せい。目立っちゃおうかな。遊んでやる。いいか。力の差を見つけた。あれだ、格が上がったね。またいい男になっちゃった。まだまだ強くなれそうだ。
ッツゴね、いつか飼ってみたいよ。俺大きい犬を飼うのが夢だったんだよね。俺も犬の世話はしたことあるが、なかなか楽しいもんだぜ。雨だろうが嵐だろうが関係なく散歩をせがまれたもんだ。そういうのを含めてお世話よね。私も何か飼いたいな。そういえば先日ペットショップで大きなハムスターのような子を見てな。あまりの愛らしさに連れて帰るところだった。大きなハムスター？ああ、何だったかな。チん？チン。チンチラか。そうだ、チンチラだ。あのつぶらな瞳が忘れられん。私はモルモットとかいいな。なんちゃんはペットとか飼いたい？いや、俺はホームレスの頃、カラスや猫と共に生活してたようなもんだったからな。動物を見るとね、良きライバルみたいな気持ちになっちまうんだよ。だから飼いたいとかは今はねえな。むしろ勝つみたいな。ああ、そう。じゃあ俺が犬飼ったら難波君と戦わせてみよう。やめなさいよ。俺は勝つ。なんで酒飲んだ後って締めにラーメン食いたくなるんだろうな。ああ、うちのお客さんも最後にラーメンだって言ってお店出ていく人結構いるわ。酒を飲むと血糖値が下がるからラーメンがうまく感じるらしい。それが風習みたいになったのかもな。へえ、さすが物知り。俺も若い時は腹いっぱいだってのに、よく締めにラーメン屋連れてかれたな。親分さんとかに？まあそういう時もあったが、いつも一緒にいた奴がいたんだ。しょっちゅうつるんでは二人でバカやったもんだったぜ。キリュウさんにもそんな時代があったのね。キリュウさんと一緒にバカやるってなかなかの玉っすね、その人も。かな。なんだかラーメン食べたくなってきたな。今からうちの店行く？なんなら俺が作っちゃうよ。お、いいね。ならその前にみんなでうまい酒を飲まねえとな。気に入らない。やる気か。遊んであげるよ。終わらせる。しまった。
日曜の朝になんとなくテレビつけたら戦隊ものやっててさ、なんとなく見てたらこれ面白くてね、最後まで見ちまったよ。わかるわかる、結構話凝ってるしイケメン俳優多いしで、お店でも見てる子多いわ。あれ、変身中に敵は攻撃しないのっていう人いるじゃん。ああいるいる。それは言わねえのがお約束ってやつだよな。まあそれもあるかもしれないけど、そもそも戦ってる相手が急にピカピカ光って変形とか始めたらさ、絶対やばいし、俺が敵なら絶対近づきたくないよね。余計な刺激も与えずにしばらく様子見るよ。うん、確かに言われてみればそうだな。あれ、そういうことだったのか。なんか違う気もするけど、ちょっと納得してしまった。いい感じ。